お茶の水美術専門学校は東京都千代田区にある私立の美術学校。通称、お茶美。創立者は、服部光太郎博士。創立の理念、及び、見学の精神は、世界に、文化で貢献する。設置家は3年生、デザインアート家一つであり、総合的、かつ実践的な美術教育を行っている。また、2011年度より高度専門士課程を、 新設し、4年生、コード、デザインアート化を新設した。校舎の立地としては、神田川沿いの高台に位置し、屋上からは左手に、甲楽園、正面に、大型病院が軍立する様を眺め、右手には、秋葉原、湯島聖堂、聖橋を望むことができる。お茶の水は、古くから学生街として栄え、楽器街、古本屋街、スポーツ品店街、 古くからの喫茶や定食屋など、様々な文化が集まる街として知られている。また、医療機関も多い。創立者は、東急語学問書語用係で、昭和天皇に博物学を進行した、服部光太郎博士である。同博士は徳川生物学研究所所長、生物学語研究所主任を務め、教育に尽力した。学校のロゴデザインは、 学園出身者の佐藤柏が行っている。ロゴコンセプトは10人10色であるが、虹色や音量のバーも意識しており、多種多様な才能が一つになって、グルーブを奏でることを表現している。お茶の水美術専門学校は、特に一学年必修による商品開発で知られる。お茶の水美術専門学校は、世界に文化で貢献するの創立理念にのっとり、 課外活動にも取り組んでいる。岩手県陸前高田市での一連の活動は2012年7月19日付の東海新報にて陸前高田市観光ロゴマークの贈呈式の様子と共に取り上げられた。ありがとうございます。